お元気ですか？僕趣味です。今回はやみつき馬からこれは富山のね、カラクロ富山ブラック風焼きそばを、試食動画していきたいと思います。それじゃあ早速ね、熱湯4分入れたいと思います。はーい、4分経過いたしました。早速食べていきたいと思います。前回と同じようにね、まずね、 お湯を入れる前にまず火薬を入れました。まずはですね、こちら、粉末ソースでございます。まず、絡めまして、で絡めましてから、でこのね、液体ソースでございます。ちょっとね、曇ってしまいますけどね、ご了承ください。で、この液体ソースね、切りました。でこれを、入れまして、で最後までね、絞り切って、混ぜまして、ちょっと飛びます、汁がちょっと飛びましたけどね、はい、こんな感じでね、よろしいでしょうかね。じゃあ早速ね、食べていきたいと思います。うん、これはね、全然辛くないです。なんか見た目と違ってね、あの胡椒がね、なんか多めに入ってて、若干ね、あのスパイシーなね、焼きそばでございます。うん、これ前回のね、あの辛いね、あの赤い方のね、焼きそばと比べたら、まあこっちの方が食べやすいのかな。うん、逆に辛い方が好きな方は前回のあの赤い方がいいと思います。まあ私的にはですね、まあ赤い方の方がね、いいんじゃないかなと思っております。皆様はね、どっちがお好きでしょうか。ありがとうございましたと。ね。またですね、こういったあの、カップ焼きそば動画、あげたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼します。僕趣味でした。ありがとうございました。